問してもお客様がうん、そうなど反応しづらい答えばかり返ってくるときはどんな反応をされますか？やっぱね、お客さんの反応が渋いときってね、興味が薄いときなんですよね。なんでまずはこっちに興味持ってもらうところからスタートするかなっていうところで、結構やっぱ懐に入っていくっていうのをすごい意識する。分かりやすく言うと、何話したらこの人ちょっとクスって笑ってくれるかなとかね、ちょっと笑顔になってくれるかなって。でそうすることね、ちょっとずつねやっぱ門が開いていくんですよ。あとは相手の好きなことをくすぐってあげるとかね、まあ、趣味嗜好でもいいですし、その人が好きな、まあ、ポイント何かっていうところに合わせて。前もあったんですよ、全然喋ってくれない担当者の方がいて、僕が車好きなんでね、ポロッと車の話したらその人めっちゃ車好きだったみたいで、今までとありえんぐらい喋り出した。なんでそういった形で相手に合わせて何だったら興味を示してくれるかとか、どうやったらこうちょっと笑ってくれたりとか笑顔になってくれたりとか、楽しんでくれるかみたいなところをこう見つけ出す作業を懐にね入っていく形でやっていくかなっていうところです。この番組ではこのようにビジネスに役立つ情報を配信しています。よろしければチャンネル登録、そして高評価低評価どちらでも結構ですので、必ず今すぐ押していただいて終わっていただけるようにお願いします。